皆さんおはようございます。眩しいね。眩しいっすね。目あかんもんすいません、まあ滋賀県の甲賀市、アレックス、スロットステージさんですね。リモートックスはどこ、姉妹じゃない、シスターじゃないですか、ね、そういうのじゃない、そういうのじゃないかもしれない。その姉じゃない、姉じゃない、その姉じゃないです。姉とすそんな中、本日はコミドルでございます。バーンどうぞこちら。はい、スロススク。違う、明治時代の人かって、古い昔の人かってなっちゃいますよそれちゃんと読んでください。はい、アネックススロットステージさんの会員を増やしてギャラゲット。はい、どういうことでしょうか。あのガチコビドルです。ガチコビドル、ガチコビドル、アネックススロットステージさんの会員カードをの会員を増やしてギャラ。ガチやん。ガチコビドルです。めちゃめちゃガチやん。まあ一応取りやすいように、取りやすいというか件数を取りやすいように、あのシールとこの野郎本、ああこれをこれでつって餌にこれが欲しければ会員カード作るんだっつってなんか書いてもらわないかあるけど。そうですね、名前とか住所とか。はい、いやよね、俺パチ屋に個人情報晒したくないから、ね、まあ面倒ではあるっすけど、ちょっと面倒だよね、はい、やっぱほら LINE アットとかだとさ読み込むだけだからっていうのはあるけど、ちょっと一手間っすよね。そうですね、まあ、だからその一手間の代わりにステッカーと本をっていうことで、はい、なんとか一応一手間ということで1件1000円で、ああ高め、ちょっとまあ普通よりは高めということ。件数こなせる気はしないよね、まあ、いかに新規獲得できるかがキーポイントになってくるでしょう、はい、さあそんな中本日のコビドルがアレックススロットステージさんの会員を増やしてギャラゲットでございます。目指せ100枚。どうもおはようございます、うちく TV やろうでございます。本日ね、コミドルで来させてもらっております。会員カードを、作っていただいた方には、本日限定の特典としまして、お金を貸してくださいステッカーと野郎本を、プレゼントしたいと思いますので、どんどん作ってください。どうもよろしくお願いします。おお、彼が早速作ってくれるわ。住所とか書くのがめんどくさいよね。ねえ、わかる。なんかね、LINE とかの方がね、まだ楽だよね。読み込むだけで。ありがとう。ありがとう。はい。1枚目です。はい。いきます。あ、すごい。何ここ。一人、お一人様。いいね。誰にも邪魔されない。いい。じゃ今日コビドル会員カード作ってくれない？持ってる？やってる。ああ、もうよよよ。会員カード作ってくれない？ああ、やった。ありがとうありがとう。作りに来たんですよ。あ、マジで？あ、明日の？ああ、じゃああっち行こうあっち行こう。わざわざ声かけてくれたからこれあげるから。あげるから。会員カード作ってくれた俺にあげるから。できたできた。できました。2枚目。こんにちは。会員カード持ってますか？ああ、作ったがいいっすよ。いいことあるから。コビドル、コビドル。あの、そう、作ってくれたら1000円なんだよ。住所嘘でいいから。
できました。ありがとう。頑張って。あ、キメチャレンジ任せてくださいよ。やってやりますよ。これ会員カードでも作って待っててくださいよ。行きます。おお。すげえ。よかったっす。会員カードは持ってるんですか？まだ。あ、後で作ってください。あの逆に言ってくれたら俺が書いてあげよう。当店のご来店は初めてですか？2回以上。これあのうちのグッズだから。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございました。会員カード持ってる？ああ作ろう作ろう。ああじゃあ作ろう作ろう。はいはい。あざす。嬉しいね。灰皿の水飲みます。ゴクゴクゴク。見てない見てない見てない。ありがとう。 Thank you。 これあうちのグッズなんで。こんにちは。会員カード持ってますか？持ってます。あ持ってる持ってる。会員カード。なんでだよ。持ってる。うわあ一回破ってさ割って割ってやっちゃいます。みんな持ってんだよ。はい、作るよ。お前もだぞ。当たり前だろ。マジかよ。本名本名。16、17行ってるんだよ。そうですね。本来であればみんな持ってるから。いや終了っすね。矢野さんお疲れ様です。よっしゃ。お疲れ様でした。いやいやもう みんな持ってる。みんな持ってる。あそれがなければ下手したら20ぐらい行ってたかもしれない。いや全然行ってたよ。もう最終的に力技に入りましたけど自分たちで作っちゃった。意見がそう。いやまあそれで10件なんとかね。なんとか10件。大飲み賞はします。あもう先に宣言。はい。まあとりあえず10件ということで、はい、ギャラの方をありがとうございます。はい。大飲み賞します。はい。でもちょっと第二のミッションはちょっと考えるんで、はい、考えるっていうか。じゃあまずお昼に行ってから第二のミッションです。はい。はい。それではヤロさんお昼を食べてきました。はい。ラーメン。ラーメン第二のミッション、はい、やられるということで。やります。はい。お題考えてきました。お願いします。はい、こんな感じで、はい、きまーす。ちょっと透けそうだから目つぶって撮るわ。あーすみません。ちょっと今日カードあどっちか2択2択2択ー。開いてるかな。本日の第2のミッションはこちら。バンドリームクルーン大当たり。なるほど。一番シンプルなやつ。1万円だからね。まあでもこれ500分の1ぐらいなんで大当たり確率。ああ。1万円でいかんぐらい下手したら。ミッションにちょうどいいとは思います。それでは早速やってみましょう。ドリームクルーンで大当たりで5万円まさにドリーム。ではドリームクルーンで当たりをということで。ブルブルブルってなったわ。過去2日間当たりなし。ガックンしたから。もうクルーンに入れてやってくださいよ。それだけだから、はい、やることはシンプル。クルーンに入れれば5万円。素晴らしいね。一回だけ打ったな寺井君と。そうですね。しかもちょっと出たっすよね。ちょっと出た。なんか中段チェリー。お、ショバネル打ち落としてる。あそう。はい。ああそうやったそうやった。そういうのやった。あもう一回、はい、ありますよ。いい。おいった。ほら行っちゃえ行っちゃえ。もう8ゲームで行っちゃえ。8ゲームで。そうでしょう。ちょっと
やめてくださいよ、8回転なんだけど。5万、5万はぁ、あ、イエーイ嘘でしょ、仕込んだでしょ。マジでやばやったマジで簡単すぎません？僕ちょっと戸惑いましたもん言葉が出なかった真ん中に入った時に。いや簡単、もっと苦しんでほしかったですけどね。サインカード1枚でよかったな。しかもこれ大当たり確率設定差ないですから。ないない、これマジすごいっすよ。ちなみに2個並んだうちのもう1個は、あ、古代、家康降臨です。ああ危ねえ危ねえ危ねえ、無理無理。ウェイ継続ウェイ、おお、おいし、ほら、おお、すげえ。Tシャツ4枚目、4枚目です。これ消化して素晴らしい。2500枚出たりする。3000枚出たりしてやんなきゃよかったとか言って。ああ青だ、終わりだ。そうでしょう、おしまい、お疲れ様でした。ムムさんです。663枚やるさん、お疲れ様でした。はい、ウェイ、早い、8ゲーム早すぎる。もっと苦しむところ見たかった。まあそうですね、あの惜しいとかなかったんです。取れたけがあるのかないのかわからん状況っていう、まああるんですけどということで最速です。最速記録かもしれない。で600枚出しましたんで T シャツも4枚です。4枚いきます、はい、4枚いきますですね、はい、ということでおめでとうございます。ありがとうございます。ギャラの方5万円、ありがとうございます。はい、やりました、久しぶり、イエーイ。いやー今年初と思ってた。そうしたら違う、ちょっと最後までちょっとお願いしますよ。仕事してください、仕事っていうか、分かってますよ、ね、どうせまだ2時半だからあと1時間半打たないといけないんでしょ。分かってますよ。はい、分かってます。プチモエカス行きましょうか。減らさないようにします。久々打ってみっか。これさあというわけで久しぶりでございますね。はい、これ252これからマジ便利じゃない。何ここすごいっすね、快適空間や、満喫っぽいね、はい、仕込んでもバレねえんじゃねえか。まあ鬼ヶ島チャレンジいいからどうにもならんね、やっぱ。そうですね、やっぱ999 ですね。もうそうよね、はい、A の深いところよね。チャンス目、これはあるでしょうよ。 30% 以上ありますから、1でも。おお、かわいい、ここ、タンコブ、まあ、ちなみにタンコブは300これ未満での当たりなんで。いやそうやろ、知っとるわ。なんか激しいっすね。あるある、
894これ。千円札で21,000。91これ投資が21,000。シナリオ3以上確定、味方武将、まあ何でもあるっすね。でもシナリオ3以上青だしな。おお惜しい。ある。おおうまい、うまいな。500分の1とかだった気がしたっすけどね。あそうなんだ。結構重いね。で最初に 1% であと 100% とかの振り分けとかもあるから、はい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 、ちょっと夢あるっすね。あ3以上の中にも入ってるんで、はいはい、まあけど7揃ってなかったら絶対これ揃ってなかったけんな。あそうですね、絶対突破してなかったけんな。また男の人、そして緑、今のも味方武将。はい、他の敵頼む。カエサル、カエサル、ここは頼む。結構チャンスなんじゃないかな。また男の人けど青、そうですね、これも味方キャラなんで、まあ一緒ですね。シナリオ3563以上でも3以上の3セット目はもう 50% 以上しかないんで、なんで最初を通したのが結構でかい、でかいっすね。女の敵でお願いします。やばいか。ああこれダメなやつや。そうですね。うわあ。そのせいで私の妹また払いたい。ああけどキラキラがある。キラキラ。天国に期待ですね。まあ、天国しかないっすね。あうわ、261枚。はい、ヤラさんお疲れ様でした。出した。先これ。まあでも今年、まあ、取れたっす。初めてギャラ取れたんで、よかったです。 T シャツを4枚プレゼントいたします。応募方法は公式 Twitter の方をご覧になってください。はい、それでは次はあなたの街でお会いしましょう。 See you next コミュ。バイバイ。無駄がない、鍛錬されてるな。